で、それこそあのデュエルの足つきのパタパタのヤギ、あいつが琵琶湖に落ちとってバスが釣れるっていう。このパタパタシリーズなんかは、パタパタというかあの足つきのデュエルのヤギ、これなんかはもうイカのみならずブラックバスもそうだし、あとサバとかカマスとかあのそういうのも釣れるよみたいなことはもう普通にあるから。琵琶湖に落ちとるんやってこれあの琵琶湖にこれ落ちとるんやって琵琶湖の湖畔にこれ普通に青物ね、だから波動なんやろうねきっと。うん、普通のノーマルのエギで普通の魚が釣れるってのはなかなか効かんから、この足つきのやつだけはもうひたすら魚が食ってくるっていうから、いいな、琵琶湖に落ちとるとかマジウケるよなあれですよ、やっぱあれですよ、ヤマイカですよ、ヤマイカヤマイカがいるんですよね。実はだから実はあれですよ、実はヤマイカ、うん実はヤマイカがおってね、琵琶湖イカとかおるんですよきっと。だからそれをね、なんだろう、大々的にバーンってやってしまうとあのパニックになるから、ダイワがほらエメラルダスをさ、ね、ソルト仕様から外したじゃないですかマグシールド抜いたじゃないですか、だから絶対にヤマイカは、ヤマイカ渓流イカは存在するんですよ